ん？なんだこりゃ。ん？ザリガニじゃねえか。なんでこんなとこに。川から上がってきたのか。このまま車に轢かれるのもあれだし、戻してやるか。そんじゃ元気でなっと。おお、わしのナンシーが。え？ああ、もう姿が見えん。愛しのナンシーが行ってしもうた。お、おい、もしかして今のザリガニあんたのか？おお、あいつはわしが手塩にかけて育てていたザリガニのナンシーだ。適度な運動が大切なんでな、たまにこの辺りを散歩させておったんじゃ。ナンシーはわしにとって希望とも言える存在じゃったのに。ナンシー、悪かったな、じいさん。まさかあんたが大事にしてたザリガニだなんて思わなかったからよ。いや、あんたも悪気がないのは分かってるよ。それに目を離したわしもいけなかった。もうナンシーの姿はどこにも見えん。残念じゃが、諦めるしかないようじゃな。じゃあわしは帰るとするよ。あんたも気にせんでくれ。じいさん、ちょっと待ってくれ。あんたのナンシー、俺が捕まえてくるぜ。どうしても気になっちまうからよ。ん？そう言ってくれんのは嬉しいが、できるかな。まあやれるだけやってみるさ。そうか、じゃあ頼むとするかの。わしはホームレスの海老原っちゅうもんじゃ。もしもナンシーを見つけてくれたら、桜川通り沿いに来てくれ。だいたいそこにおるでな。わかった。俺は春日だ。ナンシーを捕まえたら連れて行くぜ。ナンシーは背中にある大きなバツ印の傷跡が特徴じゃ。頼んだぞ。背中のバツ印だな。わかった。まだ遠くには行ってないだろうし、下流の方を探したら捕まえられるかもな。どこだ？これは、うん？ああ。何も出ないよ。しびるんじゃねえぞ。おい、来た。やってみろ。飛ばしてやる。ほら来いよ。よし、行くぞ。
るな。シェイ。よう、カセナさん。ナンシーは見つかったかの？なあ、ナンシーってこいつだよな。おお、ナンシー、よかった、無事だったんだな。あんた、本当に見つけ出してくれるなんて大変だったろうに。いや、気にするな。もともとやらかしたのは俺たちよ。すまなかったな。それじゃ、俺は行くぜ。ナンシーと仲良くな。ああ、ちょっと待っててよ。これから飯にしようと思ってたんだ。ナンシーを見つけてくれた礼も兼ねて、ぜひご馳走させてくれ。え？だが、遠慮はいらん。今日はちょうど食材も調達しとるし、食ってってくれや。まあ、それならご相伴に預かるとしますかね。じゃあちょっと準備するから、これでも食って待っててくれ。あ、なんだこれ、ほうれん草かなんかのおひたしか。なんか筋張っちゃいるが、まあまずかねえな。そうかそうか、それじゃあ大丈夫そうだな。あ、どういうことだよ。いや、その辺に生えとった草をつけてみたんじゃが、ちょっと食えるか不安だったんでな。なあ、あんた見る限り大丈夫そうじゃな。ジジイ、てめえ俺に毒味させやがったな。まあまあ、元気そうだし、ええじゃな。あんたも食いぶちに困ったらこの草を分けてやるからよ。いらねえよ。たく、調子のいいじいさんだな。じゃあ前菜はこの辺にして、今日のメインディッシュ、エビハラスペシャルの調理といくかな。おい、なんであんたナンシーを持ってんだ。何をすっとぼけたこと言ってるんじゃ。だから調理をするんじゃよ、このナンシーをな。なんだと？しまったか、じいさん。あんた、ナンシーのこと大事にしてたんだろ。おい、大事にしておったぞ。ナンシーは他のザリガニより体が大きくて、美味しくなるポテンシャルを持っておったからな。美味しくだと？わしらホームレスにとってザリガニはご馳走じゃからな。散歩をさせることでナンシーの肉体を鍛えて、プリップリの食感にさせるんじゃや。そこまで頑張って育てた愛しの食材ナンシーをあんたが川に投げるから、悔しいやら悲しいやらで。それを先に言えよ。俺はあんたのペットだと思ったから頑張って探したってのに、まさか食うためだったなんて。そりゃ悪かった。まあ、ナンシーの一番うまいとこやるから機嫌直してくれや。え、こういうのは新鮮さが命じゃからな。それちょっと待った。ん？なんじゃ。もたもたしとると鮮度が落ちるぞい。なあ、そのナンシーを食うの待ってもらえねえか。あ？何言ってるんじゃ。今が一番の食べ頃だっていうのに。いや、なんかナンシーを必死に探してここまで連れてきたら、妙な愛着が湧いちまってよ。え？お前さん、正気か？いや、ザリガニを散歩させてたあんたに言われたくねえんだ。しかし困ったな。そうは言っても、わしの口と胃袋はもうナンシーを受け入れる準備が整ってしまったわけでな。このまま引き下がることはできん。とはいえ、今のナンシーに匹敵する食い物があれば話は別じゃ。そうさな、ナンシーと釣り合うのは
特上寿司折りってところがな。くそ、足元見やがってね。惚れた男の弱みというやつじゃ。じゃあ特上寿司折り頼んだぞ。早く持ってこんとナンシーがお作りになるぞ。分かったよ、持ってくりゃいいんだろう。おう、待ってるぞ。ゴミ袋が溜まってるとカラスが荒らしちゃうから困るのよね。カラスもカラスで生きてくのに必死なんだ。多めに見てやれ。それにカラスはよ、頭だっていいんだぜ。ゴミ捨て場近くの人を覚えると荒らさなくなるって話もある。へえ、そうなの。ていうか随分カラスの肩持つじゃないの。まあ同じゴミ捨て場を漁った仲だからな。これも仲間意識ってやつなのかしら。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。いらっしゃいませ。ありがとうございました。イラつくんだよ。なんと強そうだな。さあやりましょう。またいい女になっちゃった？しゃ。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。春日さん、特上寿司折りは持ってきてくれたかの。ほらよ、これでいいんだろ。おお、確かに特上寿司折りだ。まさかザリガニ一匹のために本当に買ってくるとは。ほれ、約束のナンシーだ。煮るなり焼くなり好きにするがいい。にも焼きもしねえよ。じゃあ俺は行くぜ。ナンシー、食わないでくれてありがとな。寿司は早めに食えよ。おう、またの。よろしくな、ナンシー。